イタリセ門、久米大聖殿の、久米の天孫病地、孔子像、イタル星廟跡地イタリ星病な箱、那覇空港イタリ星廟の位置、久米イタル星廟は、沖縄県那覇市クメの松山公園内にある、孔子廟である。孔子の他に四杯、宗始、孔子の像が祀られている。17世紀初頭より、クメ36世の人々によって、儒教の祭典が行われていたが、なお、 帝王の時の1676年になって、那覇泉崎の地に混流された。以来、教育機関の明林堂とともに戦前までそのようを誇っていた。しかし1945年の沖縄戦で消失し、しかも、軍道1号線の拡張工事により、敷地が削られたことで、元の地での再建が不可能になった。1975年になり、 那覇市若狭の波状宮にほど近い天村病跡地に天村病と共に再建された。元の地には小解析から送られた孔子像が置かれている。2013年6月、松山公園内の現在地に混流された。久米36世の子孫である久米隆史聖会により維持管理されている。市が体験学習施設に該当すると判断したため、 年576万円の土地使用料を無償にしているが、市民団体である住みよい那覇市を作る会から儒教を広めるための施設であり政教分離に抵触するとして、市を相手取り訴訟が提起された。これに対して市は、儒教は宗教ではなく哲学と主張し、裁判が争われ、那覇地方裁判所は2018年に違見判決を下し、 福岡高等裁判所の橋部も意見判決を下したが、徴収すべき金額は市の裁量とされたため双方が上告。2021年2月24日、最高裁判所は儒教が宗教と呼べるかという判断はしなかったものの、使用実績から宗教的性格が濃い施設であると認定し、意見判決を下した。土地の無償提供は意見な橋が全面敗訴。 久米いた流病病めぐり最高裁、沖縄タイムス2021年2月25日。ABC 施設案内一般社団法人。久米た市政会二2021年3月7日。閲覧5本詰めの竜描き孔子病。松山公園に完成琉球新報2013年6月12日。お長し性を正すから住みよいな橋を作る会。孔子病に土地を無償提供。成況分離反 最高裁が判断へ、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2021年2月21日閲覧。講師病の生協分離訴訟な橋の時代免除は、意見最高裁判断。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/202024/k00/00m/040/127000c2021 2年2月24日閲覧。講師病訴訟覇市の土地提供は、意見最高裁大法廷。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクルジャックス・スコッチ2349 u 0 T20 C21A200 万2021年2月24日閲覧ありがとうございます